関東省、中国普通話ピンイン、グアンドーング SHA の G、関東語ピンイン、クワングニドゥニーチソングに、英語、グアンドーングは、中華人民共和国南部に位置する省。隣の厚生地湾族自治区と合わせて、両好と呼ばれることもある。中国大陸の南に位置し、南シナ海に面している。北は、福建省、厚生省、水南省と接し、西は、 厚生地湾族自治区と接している。また南西には、かつて、関東省の一部であった海南省がある。省の南に、香港、マカオの両特別行政区が存在している。香港との境界には、新鮮経済特区を、マカオとの境界には、主海経済特区を有している。気候は、温帯化う気候で夏に高温多湿、冬に温暖症となる。 省の北部には東西に南霊山脈が走り、湖南省、高生省との境界をなす。主な河川は、田江とその水系へ。他に、観光など。関東省内では、省との甲州をはじめとして、関東語が広く話されているが、東部から北部では、八火語が、東部の長州市周辺や中山市の一部や、西南部では、民南語が話されている。 障害からの移入人口が多い新鮮市の市街地や、主会市の中心部では、主に普通話が話されている。小北部には、小石土話、越北土話と呼ばれる方言群がある。他に、ワン語、八オ語、金語などの少数民族語を使う地域がある。古代の百越の地で、紀元前214年に、新の始皇帝が、峰南を征服して、 南海系を設置し、県地をバングに置いた。始皇帝の没後、陳賞、五皇の乱をきっかけに、中国全土が戦乱状態になると、長卓がバングを首都とする、南越国を建てて自立したが、紀元前111年に、漢に併合された。漢代には、甲州に所属し、三国時代の暮れに大部分を甲州として分割した。東大には、後政と合わせて、 零南道となった。五代十国時代には、京王府に遠いた南関に属し、南関が北宋に征服された後は江南道と改名された。現代に関東道が成立、秋代には関東府政史が管轄、新代に関東省となった。歴史的に見ると、経済の発展は遅かったが、秋代にようやく超高下流域と肩を並べる、経済先進地域に発展した。 1979年の改革開放で、関東省の新選などは、経済特区第1号となり、香港と近接する関東省は、外資の導入で、経済的に大飛躍を遂げた。中国共産党の関東省と一緒期の応用が行った、経済改革方法は、関東モデルと呼ばれた。関東省には21の地球紙が設置されており、 中でも甲州市と新鮮市は副省旧市に指定されている。甲州市関東省の白地図新鮮、主会の経済特区を有する関東省は、省内国民総生産、外資導入額輸出額地方税収額で、全国各省市区の首位に立ち経済的に非常に富裕な省となった。2009年の生産総額は、 対前年比9.5%増の3兆9,082億元で引き続き全国主位を確保している。貿易額も全国主位で長年好調に推移してきたが2009年はリーマンショックで各国の経済が低迷した影響を受けて輸出額は対前年比11.5%減の2,522億米ドルとなった。有名な企業、日や進む花 技術、ZTE、TCL 集団、美的集団、久し大集団日本人学校 AB、2018年、広市東国民へ、五木は社会発展統計広報、関東省統計局、2019年2月20日閲覧、アーカイブされたコピー、2011年8月10日時点のオリジナルより、アーカイブ、2011年5月13日閲覧、 国家統計局関東調査総体2009年統計 http コロンスラッシュスラッシュ jsgcn.com スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ www.jsszcn.com スラッシュ a b o u t s c h o l スラッシュみなかたいか大学みなかたいに HP、公衆いか大学付属第一位に HP。ありがとうございます。